ザ・デイリードラッカー、ドラッカー365の金言。10月19日、資本主義を超えるもの。経営陣が大金を懐に入れつつ、レイオフを行うことは、社会的にも道義的にも許されない。私が支持するのは、自由市場経済である。さほどうまく機能しているわけではないが、他よりマシである。資本主義に対しては重大な疑念を抱いている。経済を最終目的として偶像化している。あまりに一元的である。例えば、私はアメリカの経営者に対し、組織内の所得格差を20倍以上にするなと何度も言ってきた。これを超えると憤りと白気が蔓延する。経営陣が大金を懐に入れつつレイオフを行うことは社会的にも道義的にも許されない。そのような行為が組織にもたらす憤りと白気は必ず高い月となって帰ってくる。要するに、人間として生き、人間として処遇されるということの意味は、資本主義の金銭的な計算では表せない。金銭などという金主眼的な基準が、人生と生活の全局面を支配するなどということは、許されざることである。アクションポイント。あなたの組織では経営陣が大金を懐に入れつつ、レイオフを行ったことはありますか？そのような行動はなぜ、憤りと白気をもたらすのでしょうか？